神主様も喜ぶ。肉肉しいマオマオをあなたにお届けしたい。キャッポイカリンです。今薬屋の独り言のアニメが人気だね。薬屋のマオマオのドレスケーキを作ってほしいってリクエストあったよ。そんなわけで、マオマオの好きな薬草を取りに来てるよ。これは前回のフリーレンのハンバーグにも使ったやつ覚えているよね。ローズマリーだったよな。そう正解。肉の臭みを消す強力な薬草だね。こっちの草は何？これはセージ。ソーセージの名前の由来になっている。爽やかな香りで肉の臭みを消してくれるよ。これは愛しの、ベイリーフちゃんなのぜ。そして今日の主役。うろー、めちゃくちゃ美味しそう。そして高そう。今日は赤字だな。久しぶりの肉ドレスだー。この高そうな肉で何を作るつもりなの？ローストビーフ。年末年始のごちそうにぴったりだな。それじゃあ作っていくぞい。ローストビーフ。薬草を取ってきたけど、ハーブソルトで代用できるよ。刻む刻まないはお好みで。お塩どーん。局所すぎるだろう。塩が広がらないじゃん、アゼルバイジャン。それは後で秘策があるから大丈夫。そういえば、胡椒も昔は薬だったんだよね。そうそう、昔は黒いダイヤって言われて超高級品だったのよ。黒いダイヤをたっぷりかけるのぜ。さっきの塩が固まってるからお酒で伸ばす。犬だ。この肉は一晩漬けておく。次の日の朝。この犬は、保護犬、野良犬としてうろうろしていたのを保健所に保護されてたんだよ。名前は何にしたの？赤丸。ナルトに出てくる犬の名前だな。そんなことよりも肉肉肉。肉焼きましょう。ちゃっかー。最初は強火にしてね。竹がよく燃えるから入れておこう。強火にしたわよ、おどやー。めっちゃ強。まずはニンニクを炒める。おー、火が強すぎなのぜ。焦げる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 。ニンニク回収なのぜ。焦げたやつは外にポイポイポイ。じゃあ、肉を焼くのぜ。煙やべえ。火、強すぎちゃったわね。コンロじゃないから火力調整難しいね。ニンニクの前面を1分ずつ焼く。しっかり厚めをつけてね。肉がでかいからしっかり目に焼いたのぜ。これだけでもいいんだけど、さらに燻製にすると美味しいよ。火を消す魔法なのぜ。水かけてるだけじゃん。ホームセンターで買った簡易燻製機に入れた。せっかく燻製するんだからこれも燻製しよう。これはゆで卵先生。ストレートの麺つゆに一晩つけたゆで卵先生。燻製卵美味しいんだよね。2時間燻製するよ。なげえ。だいたい60度だね。前は桜のウッドチップを使ってたけどあれ使わないのか？その辺の木でも燻製はできるんだよ。その辺の木はただよただ。杉よりも広葉樹の方がいいね。杉は黒いススが出るよね。なんで木をかじってるの？一旦燻製器を取ってもう一回ちゃっかー。もっと熱くなれよー。やりすぎやりすぎー。だってなかなか燃えないんだもん。灰がたくさんあったら灰の味がついちゃうよー。しっかり燃やせばいいんじゃないの？火は一旦落ち着いたから置いておくわよ。これで味がどうなるかな？楽しみだね。1時間後。古い桃の木を拾ってきたわよ。燻製には最高の木だね。確かに、霊夢がファイヤーした時よりも、マイルドないい香りがするのぜ。じゃあ、この小枝たちは撤収。ただでも本格的な燻製になりそうね。火を消す魔法なのぜ。魔法じゃないってジョウロだって。燻製は煙で殺菌防腐効果が期待できるよ。でも今回は長期保存には向かないので冷蔵庫に入れてすぐに食べきる。もう2時間以上経ったわよ。どやー、肉黒くなったわね。これ本当にマオマオになる？周りが黒くても中が赤ければいいの。冷蔵庫で2時間以上冷やす。その間にくん玉味見しましょう。わわー、こやーたまらん。ファイヤーしたから灰の味もするけど燻製の香りたまらん。沸騰後8分茹でた卵で作ったよ。6分茹でなら半熟になる。お好みでー。それじゃあ最後の仕上げのソース作り。これはまさかブルーベリージャム？これ一瓶入れるよ。マージか。さっぱりした味がこってりとした肉と合うんだな。今回はマオマオの衣装が赤紫色だからブルーベリーソースにしたんだよ。煮詰めたらソースは完成。最後に毒味をしてね。そういえば、マオマオのお仕事は高級のお毒味係なのぜ。マオマオは毒に対する好奇心がありすぎて毒に当たったら喜んじゃうんだよね。個性的な主人公ね。この薬屋の独り言はインターネットの小説投稿サイト、小説家になろう、で2011年から連載されていたんだよ。アニメ化するまで10年以上経ってたのねー。お、それよりも肉の断面図見てみろよ。あれれー？なんかピンクっぽくない？マオマオの衣装はもっと赤っぽかったわよね。ああ、大丈夫だよ。肉は切った後空気に触れると赤くなるんだ。大事だから覚えといてね。なるべく薄く切るのよ。その方が食べやすいからね。それにしても周りが焦げすぎてないか？ここ。切り落とせばいいのよ切り落とせば。チア牛高いからもったいないんだけどね。ほんまそれな。
中に野菜を入れて高さを出すよ。今回は巣を中に隠しております。マオマオの衣装をイメージしながら高く高く積み上げる。チョキチョキ。前やったフリーレンもいるわね。この秋の2大新作アニメだな。イラストを指しましたら、薬屋の独り言のカーンで。いやいや、ブルーベリーソースをかけてないわよ。これをかけると綺麗な赤紫色になるわね。お肉もピンクから赤色に変わったのぜ。この可愛いマオマオを見たら人種様もにっこりだな。肉肉肉肉。ではソースつけていただきます。わわあ、なにこれ美味しすぎる。ブルーベリーソース以外と合うじゃないの。ブルーベリーソースはほんとおすすめだよ。ローストビーフは燻製しなければ意外と簡単にできるわね。今回の半分の大きさの牛もも肉で、フライパンで周りを焼くだけなら簡単にできるはず。パーティーのご馳走にどうぞ。はい、今日も大満足ということで、次回はどんな料理を作るの？金曜日はリクエストがあったフリーレンのあれを作るのぜ。予定は変更する場合があります。リクエストはコメントでぜひ教えてね。みんなチャンネル登録して待っててくれよな。それではここまでのご視聴ありがとうございました。